Yeah.
ベットできるアイドルキュインズです。よろしくお願いします。それでは早速自己紹介からしていきたいと思います。はい、キュインズの好奇心旺盛南国娘、みーたんこと小野美奈、赤色担当の二十歳です。はっちゃけてます、よろしくお願いします。はい、キュインズの青色担当、大人の階段上り中、心は赤ちゃんの20歳、黒崎春です。よろしくお願いします。はい、キュインズの緑色担当、真白あかりです。徳島県出身で阿波踊りは踊れません。背が小さいのが特徴です。よろしくお願いします。はい、キュインズ黄色担当の鳴海咲菜です。好きな食べ物はオムライスとイチゴです。よろしくお願いします。はい、キュインズの最年少ピンク色担当、リーダーの立花ゆりです。よろしくお願いします。はい、ということでツイキャスの方のコメントを見てます。たくさんありがとうございます。名前とかね、たくさん拍手もありがとうございます。で、キュインズね、新生になってガールズフェイスさんの方はすごくお世話になってたじゃん。そうですね、今までたくさんお世話になってたんですけれども、この新体制になってからは初めて出演させていただいております。そうなんです。そしてオンラインという形なんですけど、はい、画面の前の皆さんもぜひキュインズと一緒にライブ盛り上がってください。よろしくお願いします。お願いします。それでは早速次の曲に行きたいと思います。明日へ立ち上がれさ、ここから気づかずに僕ら過ごしてのびしてた、あの頃がちょっと懐かしい。
ショールームでの配信で特典会やるのでぜひそちらの方も見てください。そしてキーンズまだまだ配信ライブや SNS の更新など毎日やっております。ぜひぜひ、今日もコメントたくさんありがとうございました。 SNS、Twitter、チアーズ、Instagram たくさんのチェックよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。それでは以上私たちベッドできるアイドルキーンズでした。ありがとうございました。まだよ。まだよ。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。改めてキュインズでーす。イエーイ。パチ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 ということでありがとうございました。パワフルなステージでね、ありがとうございます。新メンバーがね入って新規一点ということで、はいはい、ちょっとね、はい、初めて見るお客様もいると思うんですよ。確かにそうですね、うん、ですね。キュインズはあのどういうグループなんですか。コンセプトというか推しポイントみたいな。推しポイント、うん、私たちはでもここだけは負けないわよみたいな、なめんじゃないわよみたいな、なめんじゃないわよというのは、うん、私的には、はい、この新メンバー3人は、うん、ダンス未経験者なんですよ、3人とも。そうなんだ。初めてなんですよ、うん、なのに、うん、もうここまで踊れるぞと。なるほどね。そう、キンってたくさん持ち曲がある中の10曲ぐらいできるので、うんうんうん、こんなに初心者踊れるぞっていうのが。これは末恐ろしいグループになりそうですね。そう、まだまだ成長しちゃうぞという。あー、なるほど。そこをね、この成長していくこのストーリーを見ててほしいですね。そうですね、ベットしてください。はいはいはい、ベットしてください、よろしくお願いします。え、どういうことですか。あ、ギャンブルだからベットしてくださいと。ベットできるアイドルなのでね。なるほどね。私たちの夢に、将来にちょっとベットして応援してください。はい、はい、お願いします。さあ、ということで今回トークテーマがございまして、はい、トークテーマはですね、誰にも言ってない私の秘密ということで、はい、じゃあ、うん、我こそは秘密暴露しちゃおうぞという人。はい、なかなかしにくいですよこれは。いやいやいや、もうみんなしましたから、全員今日出てくれたアイドルみんなしましたよ。もう恥ずかしいことからもうすべて、なんだろう、はい、これ最初に言った方が楽ですからね。だんだんハードル上がってきますから。はい、What's your name? 真っ白あかりです。あかり、はい、あかりの秘密を教えてください。私はシャワーだけで1時間ぐらいかかります。長くない？長くない？ちょっと待ってください、もう全然エコじゃないじゃないですか。ね、地球に優しくない。どんだけ水使うんですかそれ。普通に私は洗ってるはずなんですよ、うんうん、けど出たら1時間ぐらい経ってて、あれ、湯船使わないの？使わないです。そんなにだって洗うとこないじゃない、ちっちゃいんだから面積的に。そうですね。1時間どこ洗ってんのよ。髪が長いから、うん、それでかかってるのかもしれない。もっと長い人いるでしょ、長いよ、長いよ。ちょっと待ってください、これは良くないですね。これは地球に優しくない。じゃあはい、じゃあはい、はい、じゃあはい、はい、私本気を出せば、うん、
5分でお風呂済ませられます。おすごい、ね、それはいいですね。めっちゃいい。エコ時短時短。もうやったことあるんですかそれ。全然あります。あーみたいになって、とりあえずお風呂入んなきゃみたいな、もうちゃって洗って終わりみたいな。うん、本気なんですよ。ちゃんと洗ってるんですけど。本気で洗って5分はすごいな。すごい、5分。そうなんですよ。あ、では長いのと短いのがいるんですね。そうですね。本当だ、ね、私が短い分ね、ちょっと長く、ね、あ、なるほどね。はい、バランス取れてますね。はい、続いて、はい、はい、What's your name? なるみさきなです。なるみさきな、はい、名前が2つあるみたいな。確かに。はい、なるみは、はい、はい、私の秘密は、はい、ツイッターにお休みというツイートをしているのにもかかわらず、うん、はい、動画を見てしまい、結局4時とか5時とかに寝ちゃってます。あるあるですね。でもなんかそのお休みって動画見てる間にまたツイートしたくなっちゃったりするときないですか、なんか。けどお休みって言っちゃったからどうしようと思って。かわいい。あはじゃないですよ、本当に。なるほどね。まあそこらあるあるですよ。そうですね、アイドルのね。はい、え、いいですか。出た、おのみな。はい、おのみな。おのみなです。私はあの自己紹介ソングとかにも、はい、いっぱい食べるっていう歌詞があって、はい、ずっと高校生の時とか、うん、あ、今5年目なんですけど、アイドルずっと大食いキャラでやってたんですけど。大食いキャラだったの。あ、そうなんです。初めて知ったわ。本当ですか、うん、でもう結構ですね、うん、ほんとね、体重10キロとか増えちゃって。まあ確かに、あの大食いあんましなくなったよっていう。あもう結構代謝も悪くなってきますからね。なんか痩せにくくなりましたね、大人になって。確かに、ちょっとそれもあります。そういえばこの間会った時より顔でかくなったよね。あった。いやでもそれはある。マジである。自分のあれ。あ、でも髪型のせいかな、髪の色変わったもんね。あ、そうなんです、明るくなりました。なんか大人になっちゃって、はい、20歳になったんで。いい感じですよ。はい、切実なやつ。はい、はい、ありがとう。はい、最後鳥落ちでございます。すいません。はい。黒崎春です。黒崎。はい。黒崎の秘密を教えて、ちょんまげ。ちょんまげ。はい。中学生まで靴の右と左が分かんなかったです。流行り。どういうこと？履いて、おばあちゃんが履かせてくれてたんですよね。え？お嬢様？中学生。え、じゃあもう自分で一人で履かなきゃいけないときに、あれ、どっちが右、どっちが左ってなっちゃったの。で、おばあちゃんが一緒に住んでるんで、なんか呼ぶんですよ。おばあちゃんみたいな、靴が、靴結んでって。怖い。全然悪いじゃない。それ、靴だけじゃないでしょ。いや、靴だけなんですよ。お風呂とかも。いや、お風呂は大丈夫なんですよ。頭洗ってもらったりとか。それは小学生ぐらいで。ご飯もスプーン口に運んでもらったりとか。スプーンで食べたりしますけど。赤ちゃんだからね。赤ちゃん。もう大人で。赤ちゃんなんです。うちの赤ちゃん。はい。キャラが。なるほどね。さすがバブーって書いてます。バブー。バブー。なるほどね。そうなんですよ。じゃあもう徐々に大人になってください。ね、大人になる。はい。さあこの後ね、特典会ですよね。はい。はい。皆さんもぜひ参加してください。よろしくお願いします。お願いします。以上、キンズでした。ありがとうございました。ありがとうございました。しようかな。悩んじゃいますね。はい、ありがとうございました。